どうも、お疲れ様です。まいひめ大学特別講義でございます。今回ね、ナミさんの方からなんとね、2050年問題というね、こんなテーマで送られてまいりまして、なんだろうと思ったら、2050年にコーヒーがもしかしたらね、収穫ちょっとできなくなるかもしれないみたいな感じで、まあコーヒーっていうのが手軽に飲めなくなるんじゃないかなっていうふうな懸念があります。まあ私もコーヒーが毎日飲む方なんでね、やっぱりなくなってほしくないなぁと思うんですけども、逆にでもね、コーヒーが いろんな状況で取れなくなってくるもしくはコーヒーの消費量が世界的にどん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 上がっていって値段が上がったりね、まあ、私たち日本にコーヒーがなかなか入らなくなってきた時に考えることがあるんですよそれはコーヒーヒのいわゆるフェイク商品ですよね今でもノンアルコールビールとかねノンアルコールカクテルってあるように実際はコーヒーなんて入ってないんだけどもコーヒーと同じ風味の別のものっていうのがねできるんじゃないかなと思うんですよ あの甘味料って言って砂糖じゃないんだけども甘みを感じる成分ってのありますよねうんああいう感じでこのコーヒーの味わいはコーヒーなんだけどもでもコーヒー豆一切使われてませんよみたいなのがね出てきたりするんじゃないかなって気がします特にコーヒーって真っ黒い液体ですからなんかできそうな気がするんですよねあのブランド名はちょっと控えますけどもあるね格安コーヒーの缶コーヒーとかあるんですけどもまずかったり薄かったりするのも一応コーヒーで出されてるんですよ そう考えていくと芳醇な味わいのまさにザ・コーヒーっていうねそういったコーヒーっていうのはこれから高級品になっていって多くの方がフェイクのコーヒーをね楽しむような時代になるのかなって気もしますけどねでもスターバックスっていうね有名なコーヒーショップがありますけどもあれはもう本当にねコーヒーをこれからも追求していくと思うんですけども 美味しいフェイクコーヒーの専門店みたいなチェーンがバーンと出てくることも考えられますよね。いやこれがねコーヒーの素材を一切使ってない代替コーヒーフェイクコーヒーだと思えないよみたいな感じでコーヒーを抜いたコーヒーみたいなそんな商品開発も進むんじゃないかなっていうふうにちょっと半分ワクワクするところがありますよね。<laughs> はいということで今回はねコーヒーの2050年問題ですけどもまあコーヒー飲まなくてもお茶を飲んだり紅茶を飲んだりさまざま 今度はね、トレンドが変わっていくのかもしれないなってことも考えながらフェイクコーヒーっていうねノンアルコールージュースみたいな、まあ、そんな分野がなんか新しいマーケットとして開発するのかなっていうふうな気もしないでもないかなっていうこところでございましたえそれでは皆さんもねコーヒーについて考える時間を持っていただければ幸いでございますそれではお疲れ様です